ん、ルカちゃん、水原とデートさせてくれ。はあ、ご自分が何言ってるか分かってますか。分かってる。それでもこの通り。何、正面突破で浮気宣言してるんですか。彼女の私がかわいそうだと思わないんですか。浮気じゃないって。それにこの間言ってくれたじゃないですか、正式にって。あの時は水原へのみそぎの意味もあったし、やっぱ俺と正式に。それってやっと私のこと本気になってくれたってことじゃないんですか。え、